はい、新コーナー1回目の今日は大田市にありますリマ健康公園からお伝えします。今日は午後になりまして天気が回復し、夕方になり少し肌寒く感じます。私のいる場所わかりますでしょうか。ここです。見えますね。公園かな、うん、はい、うん、そうなんです。公園内に広がる歩道に立っています。はい、また歩道には桜並木が広がっていまして、はい、少し葉桜になっている状態です。1週間前はですね、およそ600本の桜が満開を迎えていました。取材したこの日は青空が広がり、遊具で遊びながらお花見を楽しむ人の姿も見られました。もうこれ非常に綺麗なんですが、島村さん、ただ今は見ごろは過ぎてしまってるっていう状況ですよね。はい、そうなんですけど、ここに少しだけ残っています。残ってますね。はい、綺麗綺麗。そうなんです。でも辺りを見渡してみますと葉桜な状態になってしまっています。ですが、はい、がっかりしないでください。はい、行きますよ。うん、お願いします。どうですか、見えますか。はい、鮮やかなこのように光りました。はい、イルミネーションですね。はい、そうなんです。イルミネーションが広がっています。こちらご覧ください。はい、桜と同じピンクのイルミネーション。可愛いですね。そう、3万球飾られているんですね。今はちょっと明るいんですけども、暗くなってきますとこのような光景が広がります。はい、光の道が広がります。こちらいるみる桜の祭典と銘打って、桜の季節限定で点灯させています。今年で3回目を迎えました。明日で今シーズンは最後になるんですけども、今後も続くということです。ではここでクイズいきます。こちらクイズ、いるみる桜の祭典を企画したのは誰でしょうか。はい、どれもなんだか1、郵便屋さん、とは遠い気がする。2、ケーキ屋さん、3、車の部品屋さん。さあどれでしょうか。全部意外ですけど、ね、公園の管理者とかじゃないんです ね光に詳しいという意味では車の部品屋さんとか。あ、そうかもしれないです ね、うん、はい、では正解めくってみたいと思います。はい、いきます。じゃじゃん、正解は全部かい。そう、全部なんだ。それもそうなんですね。郵便局員さんとかケーキ屋さんとかも、なんか不思議ですよね。はい、詳しくでは説明していきたいと思います。はい、今日はですね、実行委員会の副委員長松浦さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、松浦さんはこの2番のケーキ屋さんということですが。はい、はいはい、そうです。公園近くでケーキを中心にしたカフェを経営しています。はい、そうなんですね。他にはどのようなメンバーがいらっしゃって、どのような思いでされているんですか。はい、そうです。先ほどちょっと紹介にもあったように、郵便局の女の子とか、車の部品をここの近くで作っている工場があるんですけど、その方が中心にメンバーでイルミニューやってます。はい、地域を盛り上げたいという思いからされたということですが。そうですね。費用はどのようにされているんですか。費用がですね、イルミルの本番が、出店イベントもあるんですけど、もう1日に終わってしまったんですけど、毎年開催してまして、そこで出店している費用、出店イベント僕らも企画していて、そこで稼いだお金でちょっとずつイルミネーションを買い足してっていう感じですね。そんなイベント、今シーズンは明日で最後ということですが、はい、今後にかける思いだったり教えてください。はい、イルミネーションのイベントはもう明日で最後で、明日に片付けてしまうんですけど、毎年桜の満開に咲く時期に、県内外の方にこの仁摩町の魅力を知っていただきたいという思いで企画していますので、来年はもっともっとたくさんのお客さんに来ていただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、では宮台闘病まとめいきます。はい、葉桜になってしまった今でも、このイルミネーションがあることでまた違った雰囲気で楽しむことができます。はい、私もすごく感動しましたよ。お、完璧、ぴったしじゃないですか。見えました。はい